ここでは二重混合の要点について一緒に見ていきます。今回一番大切なことはルートの足し算プラス +2√ ルート掛け算の形にして大きい方から書くということです。このことについてね。二重混合を外すとはの中で詳しく確認していきましょう。では、行きます。ルートの中にルートがある形を二重混合と言います。例えばルート 7+2√10 とか。 このルートの中にルートがありますよね。ルート9-2ルート14とか他にもね。ルート 8- ルート60などこれを二重混合というんでしたね。で、二重混合をルート a+ ルート b とかね。ルート a- ルート b みたいな形に直すことを二重混合を外すというふうに表現します。で、こんなもん。どうやって二重混合を外すねんって思いますよね。で、どうやるかっていうと、そのポイントが？ ルートの √a たす b たす 2√ab の形を作るっていうことなんですねこっちが足し算ここが掛け算になるっていうことですでなんでそうなるねんっていう理屈はね後で確認するとしてとりあえずこの形ができさえすればこれは √a たす √b というふうに二重混合を外すことができます具体例で見ていきましょう 例えばルートの 7+2√10 この二重混合があったとしますそしたらこの7っていうのはゴート2の足し算10っていうのはゴート2の掛け算になってますよねゴート2の組み合わせだっていうことに気づきますそしたらこれはルート 5+ ルート2のように二重混合を外すことができるよっていうことなんですねでちなみにですがこれルート 2+ ルート5やったらあかんのかっていうねあの疑問もあると思います で結論だけ言えばそれ全然 OK ですけれどもこのようにねかからら書書くく方方方がが大きい方から書く方が安全ですですすその理由もね後で確認しますでやっぱり僕らにとって大切なのは何でそれが言えんのとなんでこのルートの足し算足す2ルート掛け算やったらこのようにねルート A 足すルート B と外すことができるのっていう疑問がありますよね。 でこれも絶対理解しておいた方がいいのでねここから確認していきましょう必要な知識は2つだけですまず1つ目ルートほにゃの2乗はほにゃになりますよね。例えばルート9っていうのはこれはルート3の2乗なんで3とできますルート1 0二乗なので10とできますよねでちなみにですね細かい話をすればこのホニャの部分が正の時だけですねそのまま外れるのは。 負の時はマイナスをつけないとダメやったんですね。例えばルートのス3の2乗っていうのはこれね2乗やからっていうとそのままルートを解除してマイナス3ってしちゃうと×になるんですね。だってルートってこれここにプラスが隠れてるんでプラスイコールマイナスみたいなのになると変ですもんね。ではどうするかっていうとこのス3の場合に更、ね、にマイナスをつけてマイナスのス3でプラス3にすると。 ルート10の二乗やったらマイナスのマイナス10でプラスにするっていう注意があるんですが二重混合ではねほとんどこれが問題になることなんてないのでとりあえず無視しましょうルートホニャの2乗はホニゃとなるそれで OK ですよねあともう一つ必要な知識を確認しておきましょうそれはルート A たすルート B 全体を2乗したらどうなるかっていうことですこれは乗法公式ですね 前二乗足す二かけ前かけ後ろ足す後ろの二乗というふうに展開できます。ですから、ルート A の二乗足す二かけルート A かけルート B 足すルート B の二乗となりますよね。そしたら、ルート A の二乗は A です。ルート B の二乗は B です。二ルート A かけるルート B は、ルートの掛け算はつけるも離すも自由なんで、二ルート AB というふうにできますよね。 順番を入れ替えて書くと a 2√ab たたすす b、AB、という,ふうになりますよね。ということはルート √a たす √b の2乗っていうのは a 2√ab たたた。すす b、AB、にできるんだよっていうことがわかりましたそしてこれは逆に言えば a たす b、ね、以上2つの知識を合わせるとどうなるかっていうとルートの a、b AB、っていうのは。 これは先ほど確認した通りルート A たすルート B の2乗っていうふうに式変形できるんですね。そして1つ目で確認した通りルートホニャの2乗っていうのはこれ2乗があればルートが外れてホニゃとなるんでしたね。で今見るとルートホニャの2乗の形ができてますよね。ですから2乗があるんでルートが外れてホニゃとなります。つまり ルートの足し算足す2ルート掛け算の形を作っておけばこれはルルーートト A す B と外せるんだよっていうことがわかったんですねでは最後にですね二重混合を外す時の2つの注意点を見ておきましょうまず一つ目は二重混合の中が引き算の時があるんですねその時はルルート A ルートト A B というふうに、ね、ここがマイナスになって二重混合が外れますで大きい方から書くっていうのが最大のポイントです 早速具体例見ていきましょうルートの9-2ルート14みたいな時これはどうするかっていうとやっぱりここが足し算ここが掛け算になっている組み合わせを探すんですねそしたら9は7と2の足し算です14は7と2の掛け算ですからこれは7と2の組み合わせだっていうことが分かりますでここがマイナスの時はそれはルート7ルート2というふうに外れるんだよっていうことなんです で、これはなぜかというとこのルートの中のね9 2 √ 1 4っていうのが実際このルート7のルート2の2乗を展開してみてくださいちゃんとね9 1 2 14に戻りますよね。でこれでルートホニの2乗の形が作れたんで2乗があるんでルートが外れてそのままホニゃとなるっていうことなんですね OK でしょうか でここでですね注意点があって足し算なら、ね、ルート7足すルート2というふうに、ね、7から答えようがルート2足すルート7とね2から答えようがどちらでも OK なんですがこの引き算の時はルート7引くルート2しか正解じゃないですもしルート2引くルート7とすると絶対に不正解で罰されるんでね気をつけてくださいでそれは何でかっていうとルートの意味を考えればわかるんですね ルートホニャっていうのはここにプラスが隠れてるんで絶対に正の数を表しますでもルート2引くルート7って負の数ですよねだってルート7の方がルート2より大きいですもん小さい方引く大きい方したら絶対負になりますですからもしこのさっきのね二重混合をルート2引くルート7としちゃうと こっちは正の数で、こっちは負の数を表すんですね。正の数イコール負の数みたいになって、意味がわからない。おかしいということになるんですね。だから、ルートに引くルートなとしちゃうと、絶対にバツなんです。ルート七引くルートにというふうに、大きい方から書くしかないんですねということで、足し算の時は、別にどっちから書いても OK なんですが、引き算の時は絶対に大きい方からしか書いちゃダメだと。 ということはもひっくるめて足し算でも引き算でもね大きい方から書くって思っておけば安全ですよねあと最後にもう一つの注意点です二重混合の中身に2ルート AB の形がない時どうするかっていうと合意に作り出しますこれは何言っているかっていうと結局二重混合を外すのはの、ね、ルートの足し算足す2ルート掛け算とかねルートの足し算引く2ルート掛け算この形が必要なんですね ここが二ルートになっている必要があるっていうことです。でも、それがない場合、どうしたらいいのっていう話なんですね。例えば、このルートの八引くルート六十、これ2、二ルートの形になってないですよね。じゃあ、どうするかっていうと、答えは単純で、このルート六十をなんとか二ルートの形にできないかなっていう風うに考えると、それだけなんですね。そしたら、ルート六十は、これ2、二ルート十五に変形できますよね。 これで二重混合を外せる形になりました。足して8かけて15になる組み合わせを探しに行くんですね。そしたら、その組み合わせは5と3だっていうことがわかります。で、ここが引き算ですから、ルート5-19ルート3というふうに外せるんですね。大きい方から書くのがポイントでした。 でもちろん不安なうちはねこのルートホニャの2乗の形を作っておけばいいと思いますこのルート 5- ルート3の2乗これがね展開したらちゃんと中の8-2ルート15に戻ってくれるとだからこそこれはねルート 5- ルート3で外れるっていうことをやったんでしたね OK でしょうかはいということでここでは二重混合の要点について一緒に確認しましたどうでしょうか理解できましたでしょうかねこのあとは例題を使ってさらに理解を深めていきましょう